こんにちは、女子服大好き緑川です。今日は北海道の札幌駅に来ています。小樽からの快速エアポートを降りて次に乗るのは10時33分発の帯広行き十勝3号です。先ほど乗ってきた快速エアポートはこちらです。一足先に新千歳空港へ向かいます。それでは特急十勝号に乗車しましょう。とその前に、さすがにお腹が空いてきました。昨日特急北斗22号へ乗るときに気になった駅弁屋さん、お腹が空きすぎたので一番人気の海鮮丼へ。十勝号にはしばらく乗るので、これはお昼ご飯です。裏側に立ちのお蕎麦屋さんがあるので食べていきましょう。そしたらお持ち帰りもできるそうです。車内に持ち込めるのでこれは良いですね。それでは空いているので自由席に乗車します。以前は前まで行けたのですが、今は行くことができません。列車4両編成でお願いいたします。前1号車、白い旅行車です。車内全て禁煙で、グリーン席は1号車、指定席は2号車と3号車、自由席は白い地上4号車です。車内では各車両に、トイレは2号車と雑踏車にございます。雑踏室は2号車にございます。この列車では車内販売はございません。あらかじめご了承ください。この先の停車駅と到着時刻をご案内いたします。札幌で待つと距離は新札幌10時40分続きまして、南千歳11時4分小岩県11時18分新割11時40分新札幌12時ちょうど小浜12時14分12時40分トカチキス12時47分メムロ18時2分、終着帯広には18時12分の到着です。この列車の車掌は後ろ上に車両所終着の帯広までご案内いたします。よろしくお願いいたします。お待たせいたしました、特急トカチ3号まもなくの発車です。ドアにお立ちのお客様、閉まりますドアにご注意ください。お見送りのお客様はホームでお願いいたします。札幌出ますと次は新札幌に停まります。
特急トカチ3号は札幌駅を発車しました。昨日乗車した特急北斗22号と南千歳まで同じ区間を走行します。今回は右の車窓を新札幌までお楽しみください。本次列车是全程乙肝列车，只
上昇しているので冷たいお蕎麦がとても美味しいです。列車は帯広へ向けて走行中です。この続きはまた次回に。ご視聴いただきありがとうございました。